はい、ということで今回はですね、はい、匠さんが今日は行きますね、はい、今私が挨拶しようと思った前に来ましたね。食い気味でね、食い気味で実はこの度、こんまりさん、はい、ゲームになります。はい、そうなんです。いやー、もう何のことって感じだよね。ゲームになります、そうですよね。なんだったらキャラクターになっちゃいました。実はマリエさん、そういうキャラクターとか、大好きです。あ、大好きなんですよ。私本当ゆるキャラ、着ぐるみとかすごい好きで、観光地に着ぐるみとかいると、あーってもう我を忘れて飛びついてしまうみたいな。今回こんまりさんゲームになりまして、はい、今、こちらにございます。完成間近です、今正直なところで言うと。制作過程というかデザインする過程はもちろん私も一緒に関わらせていただいていろいろやっていったんですが、なんかなんだかあれですよね、完成形はまだこんまりに見せるなみたいな、そんな感じで進めてたということで、こちらが、はい、これ？それです。アイコン？はい。かわいい。ちなみに私、普段ゲームというものはほぼいたしません。スト2をしたことがある。マリオカートはしたことがある。ぷよぷよはしたことがある。スーパーロボット対戦はしたことがある。なかなかじゃないですか。なんか多分メジャーな有名なものはしてきたことがある。多分他のものもしたことがあるけど、今覚えてるのがそのメジャーなものたちですね。だから脳天直撃セガサターンあたりで、もう私は多分やってなかった。ゲーム偏差値が高いのか分かった。はい、すいません。いや、そんな高くない、そんな全然高くない。だし携帯でゲームっていうのは本当にしたことがない。ああ、そうですね。そう、見たことないな。そうなんですよ。だから今回すごいドキドキしておりまして、すごい綺麗。いきなりゲーム始まってるこれ。待って、何の説明なし？説明なしで？待って。どういうこと？どういうこと？どういうこと？これ待って、説明なしでこれのゲームをやるってどういうこと？これ積んでる？もう。積んでる。最初に出なかった？出なかったんだ。最初に説明が出るはずですね。本当はね。だから多分これ出ないバージョンを落としちゃったんだな。なるほどね。要するに最後にこの形にすればいいってこと？イエス。で、これは何？この物たちなのが分かるんですよ。ペチペチ。ときめかないものです。ときめかないものを手放して、ときめくものを残していこう。この形にしよう。で、こういう形にしようとして。分かりやすいよ、たくみさん。よかった。でも、どうすればそこの形になる？どういうこと？どういうこと？なんか違う方向やっちゃった感じがする、いきなり。まだテスト期なんで戻せます。テストでよかった。つまり、で、こういうこと？って出ましたね。ときめく。キラ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 ー。で、これで、キラキラキラーってすると、そうすると、お部屋がちょっとときめいた。かわいい。このキャラクターがかわいいじゃないですか。いや、そう、このキャラクターが私はこの作ってる間もとにかくときめいていて、もののけがね、物に魂が宿っているよっていうのを表すためのキャラクターが可愛いんですよ。で、今ベッドの上がちょっとときめいたね。というかで、もう一個ピッてやるとしたら、シュッキュンキュン。あ、ちょっと難しくなった。でもこのね、手数を少なくこの形にするとか、そういうあれかな。 Yes, yes.でもしかもこれは全部端っこにしか行かないのかな。
あ、そうなんですよ。1個動かしとかできないんですよ。へー、どうしたらいいんだろう。1個動かしできない。となると、なるほどね。一個動かししかできないってことは、そのときめかないものがむしろ何かをブロックしてくれるってことね。ですですです。ははははは。こうして。違う。あ、待って。わかった。こうして。こう行ったよ。なるほどね。確かにこれ説明書なくてもどうにかなります。へー、これものすごい頭の体操になりますね。ですね。スパークジョイでこれがやるとお部屋がもっと綺麗になる。次はどこ。チリリン。あ、本が綺麗になった。お洋服が綺麗になって本が綺麗になる。こんまりメソッドです。次はお洋服本だから次は書類か。これ書類だわ。なるほどね。書類を片付けるぞというわけで、なるほどね。でもこれをピッてしてピッ。あー、すぐできた。すごい、うまくなった。なるほどね。スパークジュ。なるほどね。これがあれか、表の世界が片付くと裏の心の中の世界も片付いていく。内側、ね、内側の心の中も片付いていく。これをそこにはめるんです。というか、これもゲームになってるってことか。です。なるほどね。この心の中の世界もゲームになってて、違くて、これじゃなくて正解です、今ので。初めてです、ね、ピカピカ系がやっぱり多いのかな、キュキュン系が多いのかなと思ったら、枯山水をテーマにしたなんかスワーンとしたゲームってなかなかないですよね。スワーンです。これを2個並べるようにしてくださいって話。どうしよう、これでもピッてやると外に出ちゃうんでしたっけ。ときめくものは外に出ちゃうから、あー、そうだよね。こう、そっか、ごめん、ちょっと手数が多すぎた、ごめんなさい、できなかった。すいません、もう一回。あ、できないの？あ、こんな簡単なやつなのにできない、自分が情けない。もう一回。これ多分、分かる人にはもうなんで分かんないんだってくらい簡単なんだろうな。こんまりしっかりしろみたいな話ですよね。けど、スパークジョイ、はい、グリーン。幸せ、はい。ということでですね、お楽しみ中、大変恐縮なんですけども、次のお仕事のお時間になりまして。綺麗になった、嬉しい。これ本の部屋ですね。はい、見せていただいて全然 OK。かわいい。そう、今回、そう、私がゲーム自体は
ほとんど経験がない中でどうしてこの企画をね実現させてみようかなっていうふうに思ったのは、とにかく片付けに興味を持っていただくきっかけは何でもいいっていうふうに思ったんですよね。今までいろんなことをいろんな、まあ、テレビだったりとか、まあ、この YouTube もそうですし、いろんな形で片付けについて伝えていった中で、ゲームってすごく新鮮、特にあと自分だけでは絶対に思いつかないし、今まで全くこんまりメソッドや片付けにこう興味がなかったっていう方に対しても確かにリーチできる可能性があるかもしれないっていうふうに思ってやってみようかなって作ってみたわけなんですが、思った以上に可愛くできて大変ときめいております。はい、こちらも近日中には公開できるかと思います。はい、ぜひこれオープンしたら皆さんもプレイしてみてください。あと片付けの合間のちょっとしたリフレッシングもいいと思います。でも、ね、やりすぎは、ね、やりすぎないようにちゃんと時間で切り上げてっていう方が片付け的にはおすすめですが、いい楽しいゲームですよ。はい、ということで本当に次の仕事になりましたので、あ、行ってきます。仕事行ってきます。こんにちは、近藤麻理恵です。今日はオンラインの片付けコースのご案内をさせていただきます。このコースは世界中の皆さんが実践していただいているこんまりメソッドの片付けをバッチリマスターできるコースになっています。洋服の畳み方から収納、そして一番大切なときめきの感じ方まで、片付けに必要な全ての情報をこのコースにギュッと詰め込みました。このコースによって片付けを終わらせてときめく人生を手に入れましょう。一緒に頑張っていきましょうね。